くのですか。龍角、母は約束を果たしに行くのです。約束？文化城を守る約束をね。龍天様、そろそろ陳龍儀式のお時間です。大事な客人がまだだ。いや、来たか。玄格、また君か。姉様、お久しぶりね。妹にはもっと優しくするものでしょ。この裏切り者。あ、お前は本当に母親によく似ている。お前も彼女も一足遅かった。私の勝利を見届けよ。剣を抜いたからには必ず仕留めなさいって、あなたの教えですよ。長年にわたる私服も全てはこの日のため。母上の玉刀領の敵を討つ。玉刀領よ、できた娘を二人も持っているな。だが、身の程を知らぬ小娘に育ったようだ。この儀式を止められる者はいない。お前たちの母親は私を裏切ったんだ。この陳龍儀式を雲華城への報いにしよう。聞こえるか、なんと心地よい鳴き声よ。命を捨てる覚悟だったというのですか。私と妹、彼女、止められなかった。でも勇気を出して立ち向かったのでしょう。強靭な心を持っている。どれだけ遠い道のりでもきっとたどり着く。もう十分に頑張りましたよ。ですから龍に答えてもらいましょう。これが龍の力。
様、私たち大きくなった